ようこそ孔子様のご友人、パデューでのご活躍をお祈りしておりますよ。私たちは凡人であり、氷の女工ではありません。凡人の考えは氷の下にある水、ずっと固く鋭いわけがありません。失礼しました。本題に戻らせていただきます。約束は果たしたと孔子様から伝言を預かっております。約束を果たした？あ、人を探してくるって話か？はい、状況を打破できる人を探すと孔子様は約束しました。ファデュイの執行官は約束を違えません。じゃあどこに行けば会えるんだ？孔子様は瑠璃邸にいます。瑠璃亭か、聞いたことがあるぞ。リーユエの料理にはリー祭とユエ祭の2つの祭典があって、数百年も対立してきてるんだ。でリー祭の代表が瑠璃亭なんだ。オーナーはわざと飛雲の丘に店を構えて、ユエ祭を代表する新月軒と正面対決してるって話だぜ。そう言わずに、とにかく美味しいものがあるぞ。早く行こうぜ。いやあ、来たね。約束は果たしたよ。君たちを助けられる人、眼神の戦隊が七星によって隠されたという難題を解決してくれる人を見つけた。で、そいつはどこにいるんだ？瑠璃亭にいるのか？ああ、ついてきて。接待を、いや、この国でいう食事会というおもてなしを用意した。ようこそいらっしゃいました。個室をご用意いたしました。勝利様がお待ちしております。紹介するよ。こちらは家業人で王城堂の角形勝利先生だ。うん、リーユエで王城堂のような仕事はどうしても家業人との商売を避けられないからね。俺たちファデュイはこういう影の下を歩くお友達と付き合うのが好きなんだよ。
影の下を歩く。はじめまして。お前たちがモンドで活躍した噂を耳にしたことがある。家業人、影、人を往生。あ、まさか往生堂っていうのは。そうだ、お前の想像通りだ。ふい、往生堂とは葬儀業者で、人々を安心して極楽浄土へと送り出すためにある。あれまさか勝利先生が殺し屋かと思ったのかな。ファデュイのお友達の中には確かに殺し屋はたくさんいるけど、往生堂は違うよ。少なくとも表向きはね。一応家業人だからね、詳細は言えない。とにかく君たちに紹介した理由は、俺ならお前たちに岩王帝君の戦隊に合わせられる。なんだって驚くことはないよ。天竺炎行幸の企みのせいで岩神の戦隊は隠されてしまったけど、まあまずは勝利先生の話を聞こう。岩王帝君は仙人たちの祖だが、仙人の一人だ。リーユへ数千年の歴史を見ていくと、仙人が去っていく傾向は紛れもない事実としてある。なぜなら時代が変わったからだ。絶運の間を訪れた時、そういう変化をお前たちも感じただろう。見ての通り、仙人の時代は遠ざかりつつあり、人の時代こそが徐々に現実となりつつあるんだ。昔、仙人が去ると盛大な儀式が執り行われていた。それがリーユへの伝統だ。しかし今回の件については、七星までもがその伝統をないがしろにしている。見ていられない。そうだよ、真犯人もまだ捕まってない。神殺し事件、それについて往生堂は気になどしていない。往生堂が気にしているのは、仙人を迎える迎仙儀式が盛大に行われている反面、去った仙人を送る送仙儀式が放置されている。旅人よ、孔子殿からお前のことを聞いた。お前は風神の友人なのだろう。俺と共に岩神を送る儀式の準備をしてくれないか。よく考えてみても他に方法はなさそうだぞ。そうだよ、これ以上考えても結果は同じだ。天竺炎行幸、彼女は帝君の戦隊を見ることを禁じた。無事七神を訪ねたいのなら、君にはこの方法しか残ってない。その通りだ。操船儀式に参加することだけが岩神の体に合うことのできる唯一の機会だろう。ああ、納得したのなら俺についてこい。詳細は歩きながら話そう。よし、これで俺の橋渡しとしての役目は終わった。どう？なかなかの結果だろう。さあ、行くなら早くした方がいい。俺のことは気にしないで。ここで崇拝いただいて、ついでに箸の使い方でも練習してるから。旅人、神が去った城をその身で感じた後、リーユエという神のいる地を訪れ、お前はどう感じた？ああ、神のいる地には3700年の歴史がある。これは七国の中でも最も古い。操船儀式を準備する過程もお前の旅の一部となり、
お前の見聞を広めることになるだろう。リーユエは七国で最も繁栄している国であり、神の鎮座や七聖の統治がある。それゆえファデュイの外交手段の多くはリーユエでは通用しない。七聖の一人である行幸は常にファデュイを警戒している。おそらくそれこそ孔子が王城堂の力を借りた理由かもしれないな。総選儀式は孔子にとって何のメリットがあるんだ？それは知らないし知りたくもない。俺にとってファデュイはあくまで資金援助をするだけの存在だ。俺の望みはリーユエの伝統が人々に忘れられないことにある。これは孔子が提供してくれた最初の資金だ。使い切ったら彼に報告してまた資金をもらうといい。さあ行こう。儀式の準備の第一歩は神に釣り合う最高品質のヨドマリ石を見つけ出すことだ。お客さん、海水港へようこそ。天然石で運試ししてみませんか？安くて面白い。その上、人儲けできるかもしれませんよ。天然石？いらないよ。オイラたちは、なんて石だっけ？ヨドマリ石。品質は少なくとも、食傷級のものが必要だ。食傷級のヨドマリ石、観光客ではなかったのですね。失礼しました。すぐにお持ちいたします。こちらはいかがですか？海水港は老舗ですからね。この品質をご覧ください。まさに岩王帝君の贈り物ですぞ。安心してお選びください。このヨドマリ石、三つとも確かに綺麗だ。貴重なものに間違いないだろうな。でもどう選べばいいんだ？適当に選んで帰るか？俺が決めるのか？いいだろう。俺が決めてよいのなら答えは簡単だ。お、答えは？全部もらうぞ。ありがとうございます。さすがお客様、お目が高い。待て待て、店主、今のなし。もう少し話し合うから。おい、儀式に必要なのは一つだけだろ。全部買ったらモラを3倍無駄にするじゃないか。モラ？確かにその問題は考えてなかった。俺のミスだ。はあ、買い物するならモラのことを考えるよな。何事もモラを考えなければならないなら何事もモラに縛られることになる。モラは生まれながらに貨幣だが、貨幣は生まれながらにモラではない。これがお金持ちの世界か。経済学のことはわかるのにお金を節約することはわからないんだな。動揺することはない。たとえモラに縛られても制限された状況で問題を解決する方法はある。ヨドマリ石品質の鑑定は確かに厄介だ。鉱石の品質に関わらず、その状態や色つや内部の模様に大した差は生まれないからな。ヨドマリ石は器具によって成形された後に
その品質の良し悪しが分かってくる。後になって店主に文句をつけても、お客さんの使った器具が良くなかった、火のコントロールが悪かったなどの理由でごまかされるのがよくある手だ。危なかった。こういうのに騙されやすいんだよな。しかし正しい鑑定方法はちゃんとある。知識があれば目利きは可能だ。人の指を持って月を指し、持って惑い者に示すに、惑い者は指を見て月を見ず。どういう意味だ？指で月を指すと賢い人は月を指していることを理解するが、そうでない人は指を見て月を見ないという意味だ。模様、外面、これらは指だ。ヨドマリ石は夜間の照明に使用される奇跡で、輝度の大事さこそが月となる。上質なヨドマリ石は炎元素と相性がいい。すなわち高温の環境下で強く光り、青い鉱石こそが品質の良いものだ。値千金に匹敵する玉石界隈の秘密をお前たちに教えたんだ。あとは実践してみろ。値千金、この先使う機会がなさそうなのが残念だ。店主、戻ってきたぞ。少し焼いてみたいから石を貸してくれ。焼く？いけませんよお客さん、焼かれたら売り物になりません。それならまあいいでしょう。お客さんの言う通りにします。こうしましょう、3つの石から少しサンプルを削ってお渡しします。今日あったのも何かの縁ですから、それくらいは負けておきますよ。安心してくれ、商売のルールは分かっている。いい功績だと分かったなら損させるようなことはしない。ではこちらがサンプルです。彫刻刀で削りました。番号もつけてあります。薄すぎだろ。紙より薄い、いや虫の羽よりも薄いぞ。ほぼ透明じゃないか。ケチ？これでもかなりの出血大サービスですよ。これ以上削ったらこちらが損してしまいます。でもこんなに薄いと火で焼いたらすぐ灰になっちゃわないか。商人から利益を奪うことは空腹の狼に食ったばかりの肉を吐き出せと言ってるのと同じことだ。仕方がない。しかし条件さえ整えばこの白片でも十分問題ないだろう。どんな条件だ？炎で温度を上げながら水元素の力で石を守る。そうすればサンプルが一瞬で灰になることはない。おや、お客さん、そういった知識もお持ちとは助かります。先入観を交えずに論じただけだ。それに必ず買うという約束もせず、こちらはサンプルを要求している。これは実に不公平だ。リーユへの契約は公平こそが基本だからな。じゃああとは実験できる場所を探さないと。万民堂か？そうだな、シャンリンがいないうちに。いや、あそこは人が多く、万が一元素反応が暴走したら民衆に害を及ぼしかねない。そういったリスクは極力負いたくないな。あ、思い出した、モントで見たんだ。ダダウパの谷の高肉族のヒルチャールがすごく大きな鍋を持ってたぞ。丈夫そうだったから、あれなら元素反応に耐えられるはずだ。サンプルを持って早速行ってみようぜ。
風の国に足を運ぶのは久しぶりだ。モンドの友人はリーユエに来るたびにダンディライオン種を持ってきてくれた。牧歌の城の名手はスメールの霊神蛇種よりもうまいと認めざるを得ない。あの鍋だ。あ、でもヒルチャールたちが使ってるみたいだな。しかし申し訳ないけど割り込ませてもらうしかないよな。
他の2つより段違いに明るいし、きっとこれだよな。さあ、海水港に戻ってヨドマリ石を買いに行こうぜ。お帰りなさい。品物は取り置きしてありますよ。どれにいたします？そうそう、オイラもこれだと思った。かしこまりました。お気に召されたようで何よりです。ああ、3番のヨドマリ石を一箱もらうぞ。かしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なヨドマリ石を必要とされているんですか？なあ、別に言っても支障はないから構わん。操船儀式の器具を作るためだ。操船？確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。でも、それはつまり岩王帝君は本当に、信じられません。今の海水港は昔と比べて少し衰えましたが、うちは代々岩王帝君の加護を受けてきたんです。言い伝えによると、200年前に岩王帝君が城南を巡った際、道に迷ったことがあったそうで、その時この海水港のさじで料理を召し上がったとか。もう過去のことですが、はあ、岩王帝君を送る儀式に使うものでしたら、このヨドマリ石は半額で構いません。どう？いいのか？今まであんなにケチだったのに。岩王帝君の加護がなければ、今の貿易の都はありませんでした。商人として、それで儲けを得ようだなんて思えません。くー、天守、その気持ち、きっと岩王帝君にも伝わるぞ。リーユエ七世とたゆまぬ努力を続ける商人たちの協力あれば、きっとリーユエは今まで通り繁栄し続けることができるだろう。ありがとうございますどうしたものか、こんなに泣いてたら金運が逃げてしまいますね選び終わったことだし、ヨドマリ石を持って。おい待て、半額にはなったけどただじゃないんだぞ。ああ、すまない、また支払いのことを忘れていた。どれ？うん、ない。何が？モラがない。恥ずかしながらまた手落ちがあった。十分です。半額ならちょうどこれくらいになります。多少足りてませんが、問題ありません。なあ、モラの件が解決したならそれでいい。ヨドマリ石を
玉境台に持っていくぞ。あそこで儀式を行う予定だ。一モラも出してないくせによく言うよな。なあ、努力はする。今回の件は礼を言う。ヨドマリ石をここに置いてくれ。すでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである。後で儀式に必要な器具を作ってくれるはずだ。そういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな。職人への支払いは。そうするしかないな。ところでここが総選儀式の会場になるのか？ああ、この場所を貸してもらい、儀式の準備を行っている。そうだ、同じ場所だ。これはリーウェ七世が黙認している。ここであんな大事件が起きたばかりなのに。ああ、そういえば、オイラたち容疑者だから、戦艦軍には気をつけないと。でも絶雲の間から戻った後、戦艦軍に狙われることはなくなった気がする。一体どういうことなんだ？それとここに残っている岩王デイ君の体。伝統的な呼び方を用いれば先祖の亡骸だ。そうだ、その名前だ。勝利は何でも知ってるんだな。それで先祖の亡骸は七星に隠されてるんだよな。まだ犯人は分かってないんだろう？七星は犯人の心当たりがすでにあるようだ。もしくは犯人への手がかりを全て揃えたか。そういうことは玉境台の偉い奴らに任せておけ。彼らの心配をしてもただ悩みの種を増やすだけだぞ。儀式が行われるまで先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている。黄金屋って？リーウェ唯一の造幣局であり、テイワット唯一の造幣局でもある。七国で流通するモラは全てそこで作られているんだ。なんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。でもなんで勝利はそんなことを知ってるんだ？総選儀式は七星に黙認されている。いわば
半ば公式の催しだ。だから俺も内部の事情に一部精通している。それぞれの目的があるのだろう。でもまあ、この商業の都ではたまに人に利用されることも受け入れなければならない。契約の神が治めたリーゆえでは契約だけが裏切らない。契約以外のことは俺は特に気にしていない。さあ、そろそろ儀式に必要な高校の用意に取り掛かろう。高校？どこで手に入るんだ？店で買えるのか？いや、神へ捧げる高校を作るには芸商花が必要だ。その品質も特別なものが必要になる。芸商という名の花はその花弁が上等な繊維素材ゆえ絹織物に多く使用されている。その香りは清らかで上品な美しさがあり、神への貢ぎ物など厳粛な場にふさわしい代物だ。また勝利が上流階級の豆知識タイムに入った。詳細は割愛させてもらおう。まずは俺と共に商人から材料を買いに行くぞ。あとこれと。消灯はとても暖かく感じる。スネージナヤにはあったらいいな。店主、芸商花ってあるか？芸商花？もちろんあるよ。どの種類をお探しで？種類？一番品質のいいやつがいいよな。芸商花ってそんなに種類があるのか？何も知らない他国の人間か。そんなことを聞くとは。金翼増強、山の花錦、式氷美をたる千円、この三種類の芸商花をそれぞれ一株見せてもらえないか？おお、お客さん苦労とですな。隣の二人は召使いでしょうか？召使いなら旦那様より先に口出ししない方がいいぞ。さあさあご覧ください。何か質問がありましたらぜひ遠慮なく。育った環境や交配状況によって芸商花の特徴は変わるが、店主が用意したものはどれもいい状態で保存されているな。例えばこの品種、枝が生い茂り、風井が金の屋敷に隠された美人を思わせるこの様、緑の葉が長く育ち、その多くは水の条件が複雑な場所で成長する。そしてこっちだ。山の陰や湿気の多いところにある芸商花は花弁が大きく育ち、風井が密集しているため香りが濃くなり、まさに花錦の名にふさわしい。最後の品種は枝も葉も花も密度がかなり低く、花が咲く時の香りも淡いが一番長く持つ。個人が仙人の元を訪れるため山を登った時偶然見つけたものだ。しかし今となっては野生の芸商花の多くはリーゆえの地理の変遷により絶滅している。そのため現在は人工栽培の方が多くなっているんだ。はあ、旦那は詳しいですな。私もそこまでは知りませんでした。
たしなむ程度だ。こちらの旅人の方が侮れないぞ。いつか大陸を踏破するものになるだろう。褒めすぎだぞ勝利。それでこの3種類の芸商花のうちどれを選べばいいんだ？店主、全部もらうぞ。またか芝居を見るときは一番人気の役者を選び、鳥を飼うときは貴重なガビチョウを選ぶ。それが人生というものだろう。だが今回3種類とも買うのは俺の人生の心情が理由ではない。知らないとは思うが、伝統によると品種の異なる芸商花をそれぞれ高校にし、七天神像の前に捧げることで元王帝君が気に入ったものを選んでくれるそうだ。こういう古い時代のしきたりや一部複雑すぎる伝統は徐々に簡略化されていったがな。しかしこれは3700年間七神の一座に属してきた神の創選儀式だ。やはり伝統に従い高校を捧げることにしよう。ふん。それで、うん、モラは持っているか？またモラを持ってきてないのかよ勝利。お客さん、すみませんが一つお聞きしてもよろしいですか？これらの花は元王帝君に捧げるものなのですか？そうだけど。はあ、それなら早く言ってくださいよ。あの芸仙儀式の後、私も良くない噂をいろいろと聞きました。不吉なことは口にしたくないので割愛させてもらいますが、とにかく元王帝君のことが心配で、あの噂が真実なのではないかと気が気じゃなかったのです。元王帝君のためならお金は取れません。私からの気持ちということにさせてください。え、いいのか？はは、元王帝君がいなかったら私みたいな一般人の住む場所などなかったのです。過去に元王帝君が歌を作っていなければこの芸商花だって重宝されることはありませんでした。今まで見聞きしてきたリーユへの風土や人情って神様が与えてきた恩恵の結果だったんだな。とにかく礼を言う。これで俺たちの憂いは一つ解消した。金を忘れてきた勝利のせいだろう。いえ、ほんの気持ちですよ。リーユへの人はこんな花は手に入れたけど、これをどうやって高校にするんだ？できれば高校を作れる職人を探したいが、俺の知り合いにそのような人物はいない。うん、勝利の友達はみんなお金持ちだろうしな。だから都市の中を探してきてもらえないか？普通の家庭の女性であれば作れるかもしれない。そういうことならいい香りのする女性を探せばいいんだよな。まあ悪くない仕事だ。七天神像の付近で待っている。高校ができたらそこで合流しよう。冒険者協会に作っ聞いてみるか。確かリーユエ支部の会長だよな。よろしく。なんだか懐かしい感じがします。you
橋姉さん、手伝ってほしいんだけど。悪いね、もう長いこと依頼は受けていないの。他の冒険者は当たってちょうだい。依頼を出すほどのことじゃないんだ、ちょっとしたことだよ。え？そういうのを使うような人に見える？なんだか小馬鹿にされた気分。でも嵐姉さんから確かにいい匂いがするぞ。高校じゃないなら何の匂いだ？そう言われてみると確かに何か香るわね。あ、もしかしたら戻ってくる時に積んだ精神じゃない？ずっと持ち歩いてるのよ。あー、そっか、嵐姉さんも花を摘んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら、キメに聞いてみたら？あの占い師のお姉さんだよな。うん、確かにいい匂いがしてたかも。じゃあ行ってくる。ありがとな。あら、何かご用かしら？なあ、ちょっと聞きたいんだけど。高校ね、普段は使わないし作ろうと思ったこともないわ。化粧品に香りがついてるからそれで誤解させちゃったのかしら。普段は不当の付近でお店を出してるから、高校なんか使ったら下心ありありの船員どもが寄ってくるかもしれないでしょ。そうか、残念だ。でも高校といったらウグイスの手作り高校を知らないの？ウグイスって春紅葉のあのウグイス？そうよ、彼女の作る高校はお金持ちのお嬢さんたちに人気でね、彼女が作ったものは市販のものよりずっといいって聞いたわ。やった、情報ありがとう。これでまた一歩前進だな。あら、やっと来た？待ちくたびれたわ。え、どうしてオイラたちが来るって分かったんだ？ええ匂いがする人を狙っとる二人組がおるって聞いてな。なかなか来おへんから心配したんよ。ある意味、うちの魅力に対する試練やろ？狙っている？なんか、オイラたち変質者みたいになってないか？噂が噂を読んでどんどん膨れ上がっとるよ。言葉は気ぃつけて使わんと。でも安心し、効果を作ってほしくて来たんやろ。どんなものがええ？いっぺんに三つも作らなあかんの？若いのに意外と欲張りやね。まさか噂ってほんまなん？高校を送る相手を探しとるって。切羽詰まって言い訳しようとしとん？たとえ神さん相手でもこんな種類いらんやろ。嘘が見え見えやよ。なあ、この伝統は忘れられて長いって勝利が言ってたな。とにかく恋はしたもの勝ちとも言うやない。あんたが間違っとるなんて誰も言わんよ。何言ってるんだ？はいはい、ほな作ります。その代わり助手をお願い。高校を使っとる間はうちだけ見なさいよ。さて、
どこで高校を作ればええかしら。どこやそれ、モンド？高校を作るだけなんやし、そこまで行かんでええやろ。そうやね、この近くやったら万民堂のキッチンがええかも。井戸が汚染されてる。中原のもつ焼き、ウー師匠に言っといたわ。そろそろ始めましょか。責任の準備はできたやろか。あ、助手としての責任やよ。うちが準備しとる間にまずは水汲んできてくれへん？中原のもつ焼き、安くて美味しいよ。海藤さんに美味しい食べ物はあるかしら。万民堂の料理を食べにいらっしゃい。と、食べ過ぎたか。うん、水質はぼちぼちやね。次は合成台で原生花からオイルを抽出しようか。高校の作り方は錬金術とはだいぶ違うんよ。こんな感じに優しく杵を握って、手のひらをぴったりくっつけた方が滑りにくくなってええよ。あとはあんたの慣れたリズムでやったらええわ。芸生花の水分が、へえ、やっぱ素質あるわ。すぐ理解しはった。ほんなら材料持って近くの合成台でやってみましょか。3種類とも作るんよ。オイルの段階やと見た目がかなり似とるけど、高校ができたら違う箱に入れたるから。中原のもつ焼き、海藤さんに美味しいよ。残すは一番肝心な工程よ。さっきのお水の中に入れて水分が蒸発するまで弱火で煮るんよ。この時の火加減がほんまに大事よ。強すぎたら香りに影響出てまう。火加減のコントロールに注意してな。これが最後の仕上げやから、芸生花の水分が一滴も残らんようしっかりな。よし、無事に3種類とも高校ができたわ。ええ仕事っぷりやったよ、助手さん。あんたって心の思いのまま努力できる人なんやね。貴重やわ。さて、それぞれの高校について紹介してあげるわ。タイプの子に合わせてプレゼントするんよ。けしからん。けど一応聞いておこう。一つ目はな、甘くて夢にあふれた感じ、若い女の子が好きな香りやね。二つ目は高貴なイメージがあって、お金持ちのお嬢さんが気に入ってくれるはずやわ。最後のは優しい香りやけど長持ち、
ほんのりスモーキーさを感じさせる大人の女性に受けがええと思うよ。ちゃんと覚えと、間違ったら大変やよ。やらしい。うちに手伝ってほしいことはこれでおしまいやな。ほんなら最後にある言葉をあんたにプレゼントするわ。三またするんやったら、まずどこから着手すべきかよく考えなさいよ。時間あったらまた春光用においでな。これで3種類の高校が手に入ったし、早く七天神像に行こう。勝利が待ってるぞ。待たせすぎたのかな。ああ、来たか。そんなには待ってない。心臓に刻まれた岩王帝君の守衛と比べればほんの一瞬だ。人と彫像を比べちゃダメだろ。それもそうか。どうだ、高校はできたのか。どう、三つとも高校にしてきたぞ。ご苦労だった。順番に捧げてみよう。一つ目は甘くて夢にあふれた感じ。若い女の子が好きな香りだってウグイスが言ってたな。二つ目は高貴なイメージ。お金持ちのお嬢さんのお気に入りだって。三つ目は優しい香りだけど長持ち、ほんのり、なんとかかんとか大人の女性に受けがいいって。あれ、今のって。あれって大人の女性に受けがいいやつだよな。まさか岩王帝君って本当はお姉さん？そうかもしれないな。岩王帝君の化身は数多く存在する。その中の一つかもしれない。巨大な竜の姿しか見たことなくて残念だな。それにリーユエ七世が早く真犯人を捕まえてくれるといいんだけど。それは偉い奴らに任せておこう。俺たちは岩王帝君へ送る品の準備に集中するんだ。これでまた一つ準備が終わったな。次は何だ？次は俺の代わりに先人の鈴を借りてきてほしい。先人の鈴？先人の鈴を保管しているのは俺の友人でピンバーヤという人だ。彼女は玉境台周辺にいる。誰かに聞けばわかるはずだ。おお、でも勝利は一緒に行かないのか？ああ、ちょっと事情があってな。代わりに頼む。ほう、なんだか勝利の様子が少し変だな。
常、諸行無常。おや、若者や、花見でもしに来たのかい？残念じゃが、このルリユリはもう散ってしまったよ。この花、どうして散っちゃったんだ？ばあやが若い頃、このルリユリは人の感情がわかると言われておった。例えば笑い声や歌声、楽しそうな声を聞くと花も喜んで綺麗に咲くんじゃよ。逆に良くないこと、例えばでたらめな噂話なんぞを聞くとすぐに枯れてしまう。じゃあこの花たちは今リーユエコーの現状を感じ取ってるんだな。そうじゃ、ガンウォーテープンが死んだなんて噂はただごとじゃない。いろんな噂が流れとるよ。ファデュイの陰謀だの、海にいるあれが暴れたからだの、七星の自作自演だというものもおる。この港はまるでマッチの山みたいじゃ。小さな火がついただけでそれが一気に燃え広がる。ああ、この話はここまで。ばあやは年寄りじゃから小言を言うのが癖でな。して若者、何か用かい？ああ、あれか。覚えとるよ。確かに持っとるが、どこにやったか。あの鈴はばあやが若い頃にある友達が持っていたものなんじゃ。その鈴をじっと見つめていたら、彼がばあやにくれたんじゃよ。あの時彼は言っておった。今後誰かがこの鈴を借りに来たら必ず渡してほしいと。過去にこの鈴が借りられることは何度もあったのじゃが、いつの間にか鈴を借りに来る人はいなくなっておった。ふう、ばあやの老いた体じゃ探すのに一度時間がかかりそうじゃ。少し待っててくれるかね。そうだよ、おばあちゃん、家まで送るから探すのはおいらたちに任せてくれよな。ついでに部屋の片付けもしてやるからさ。子供たちや、鈴ならすぐ近くに保管してあるから心配無用じゃよ。ん？おばあちゃん家ってこの近くにあるのか？どう？ここって極境台だぞ。お金持ちなんだな。ほっほっ、ばあやじゃ城内に屋敷なぞ買えんよ。この壺を見ておくれ。ばあやの荷物は全部ここに入っておる。荷物が全部？おお、とにかく鈴はこの壺の中にある。鈴が欲しいなら中を覗いてみるとよい。変わったおばあちゃんだな。荷物が全部壺の中に入っているとか冗談だよな。
供たちへ。そこはばあやが荷物を入れてる壺じゃ。鈴を探しにお行き。うわあ、おばあちゃんの声だ。ここってまさかおばあちゃんの壺の中？どういうことだ？掃除しないと蜘蛛の巣だらけでいかんの。子供たちへ、ばあやの代わりに掃除してくれんか。壺に先人の鈴まで持ってるなんて、あのおばあちゃんもしかして仙人？すぐ行く、出発出発。ますます怪しい。あのおばあちゃん絶対仙人だと思うぞ。でも仙人たちって絶雲の間に住んでるんだよな。どうして城内にいるんだ？ピュン！た、ふっ！風神！はっ！何においてまたか。高所決心消えるんだ。
黒き翼よ、昼夜をき、もう逃げ道はないよ。おさっちゃ、消えるんだ。見つかったかい？若者は動きが機敏で助かるね。さて、出るか。これでよし。子供たち、早く出ておいで。若者は体がよく動いていいの。こんなにすぐ見つかるとは。仙人、その二文字を他人から言われたのは久方ぶりじゃ。ばあやが仙人かどうかはもう分かっとるじゃろ。分かったような、分からないような。でも、おばあちゃん、この鈴、持って行っていいのか？変だと思わない？岩王帝君にあんなことがあったばかりなのに、鈴を取りに来るなんて。おかしな子じゃ。今までこのリーユエコーから、どれだけの仙人が去り、その度にどんな波風が立ったか知らないじゃろう。しかしそのどれもがしきたりに従って操船儀式を行ってきた。ならば今回も行うというのが筋じゃ。犯人探しばかりして操船儀式をおろそかにするなぞ本末転倒。今この時鈴を借りに来た者が現れたのはきっと給油の誰かが耐えきれなくなって立ち上がったからじゃろう。だからばあやは鈴を渡す。当然じゃ。返さない？あっ、仮にそうなったらばあやが直接行って返してもらうさ。ずいぶんとご無沙汰しとるし、お茶でもしながら世間話するのもよいじゃろう。さあ、鈴は渡したし、お雪。それと、あなたたちにお使いを頼んだ人に伝言を頼みたい。時間があったらお茶をしに来てほしい。
バーヤの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておる。うん、伝えておく。ありがとな。ああ、確かに先人の鈴だ。うん、いい状態だな。一緒に高校も置いておこう。知り合いでなければ鈴が彼女のところにあると知らないだろう。怪しいぞ。でも言いたくないなら今は聞かないでおいてやる。そうだ、おばあちゃんから伝言を預かってるんだ。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておるってさ。その口調似合わないな。しかし彼女の急須は確かにいいものだ。うまい茶が飲める。時間があったらいい茶葉を持って彼女に会いに行こう。それで儀式にはあと何が必要なんだ？ああ、次はタコを買いに行くぞ。タコ、一緒に遊んでくれるのか？まさか休憩時間？違う。タコは子供のおもちゃだが、リーウェの儀式においては他にも象徴的な意味合いを持つ。詳しくは後で説明する。まずはタコを手に入れよう。うん、よくわからないけど、わかった。お客さん、もう来たのかい？予約していた7枚のタコはできてるよ。もう受け取るかい？ああ、頼む。この時期にこういうタコを買うお客さんは珍しい。昔だったらちょっと特殊なお客さんが買いに来てくれたけど。勝利は往生堂の家系だから、そういった事情にも詳しいよな。それに旅の途中で勝利はいろんなことをいっぱい教えてくれた。なあ、リーウェイの人々が大好きな経済や政治の話もわかるみたいだけど、それより使いどころのない知識のが好きみたいだよな。そういう面白いことをお前たちと共有したかったからだ。子供のおもちゃは面白いものだからね。私も子供の笑顔を見るのが好きだけど、それとは別の思いもあるよ。子供はいつだって精巧なものを好きになる。
しかし、この成功も1000年以上の積み重ねであり、その裏にはちゃんと意味が存在している。私はリーユエで40年タコを作ってきた。だからどんな様式のタコもよく知っている。お客さんが注文した7枚のタコ、その意味は普通とは異なるものだ。その通りだ。これは操船儀式に使う飾り物。7枚のタコは七神を象徴する。風神に捧げるタコの模様は自由に色を塗らせてもらったよ。元神に捧げるものは契約通りに描いた。この模様は古くからあって、黄金屋でも見ることができる。ん？黄金屋って最近聞いたな。あ、このタコの雷の模様、輪転する感じがうまく描かれている。まさに雷神が欲している永久そのものだ。知恵に捧げる草の模様、金木の年輪、それらが巧妙にタコの骨組みと融和されている。素晴らしい。水面のように金星の取れた正義、炎のように熱く燃える戦争、それからかつての標人の細部まで成功だ。詳しいお客さんからたまに褒められるのも私の楽しみの一つだよ。では品物をいただこう。金に関しては俺が払うよ。ただの通りすがりだよ。勝利先生は相変わらずだ。支払いをするとき、いや誰かが支払いをしてくれるとき、いつも値段を見ないし財布の中身も見ない。だが実際は金銭の価値を理解していて、世間の人々の苦しみだって理解している。それなのに貧乏というものが分からず、彼自身がそうなり得る可能性を分かってない。もしくは金を持っていない自分を想像できないと言った方がいいかな。ありえない。よくここまで餓死せずに生きてこれたな。孔子殿は相変わらず冗談を言うのがお好きだ。さてタコも手に入れたし、次の準備だ。休息は不要だろう。操船儀式には物だけでなく人手も必要だ。不当の付近なら労働者を雇えるだろう。この金を持っていくといい。あと言わなくてもわかるよね。値切りは君自身がすること。勝利先生に任せてはダメだよ。一歩遅かったな。何やら面白い情報を聞き逃したみたいだ。今度はもっとタイミングを見計らって登場しないと。仕事？いいよ。でも言っておくけど、俺は冒険者協会の候補メンバーだから冒険依頼はウェルカムだけど、書類仕事だったら断るよ。冒険か。山奥で儀式に使う小鳥を捕まえるのはある意味冒険かもしれないな。え？それなら難しくないし、冒険者候補にうってつけかな。15,000モラでどうだい？適正な価格だ。微妙。もう少し高くないとやりたくないな。
象徴5匹、はあ、いいだろ、この値段で受けようよ。余計代で1日雑用？問題ないよ。1日2万5000モラだけど。うわ、ちょっと高くないか？このモンドを救った英雄に免じて少し安くしてくれよ。モンドを救った英雄？聞いたこともないな。英雄を知らないなら仕方ない。だがモラは知っているな。全額支払おう。はは、そんなにいいのかい？いい額だ。労働者、いいぞ。俺はいつでも全力で仕事する。もちろん全力以上でやってほしいなら別料金だが。内容は何だ、言ってみろ。そうだな、極境台で木製の道具が少し足りていない。珍しいものではないから用意していなかったんだ。問題ない。なら2万モラでどうだ。ああ、それでいい。それだけしかないのか。なら仕方ない。講師、そいつが支払いを持ってくれるのか。いや、でも行かないぞ。無駄な仕事が増えるだけじゃないか。そうだな、こうしよう。まず今ある金を払ってもらう。そして精神を1本くれたら追加費用なしで講師とやらのとこに行ってやる。これでどうだ。そうするしかなさそうだ。ブーツは持ってきたか。おお、いいな。こいつは珍しいからよ。どこで取れるか俺もわからねえんだ。この精神があれば家で待つ娘も喜んでくれるだろう。さて、家に帰る前に一仕事するか。あれ、もう終わったんだ。残ったお金は返さなくていいよ。ファデュイのために働いてくれた人を損させるつもりはないからね。ふん、これっぽっちの小銭でオイラを買収できると。で、次の資金はいつだ？君たちがある情報を教えてくれたら北国銀行の金庫を特別に30分開放してあげるよ。何の情報だ？何の情報を欲しがってるのか分かるのか？あ、モンドでファデュイの宿女が。さあさあ、何の話かな。どうしたんだい？様子がおかしいよ。次は衛星港のためにフボクロに行くぞ。あそこはリーユエ港で最も有名な薬庫。ん？どうかしたのか？
なんでもないさ。残ったお金は返さなくてもいいと言っただけだよ。ではこれで。今恐ろしい殺気を感じたぞ。おーい、誰かいるか？いらっしゃい。今どこからか声がしなかったか？カウンターの方からだったな。先に行ってみてくれないか？戻れないな。こんなところにいたのか。カウンターより身長が低かったんだな。おい、オイラは飛べるから身長は関係ないぞ。ところで彼女少し変わってないか？おでこに札があるし、まさか、キョンシー！ふぼくろへようこそ、ナナだ。ナナは、一度死んだ。仙人に助けられた。だから、キョンシー。モンドだと、こんなのありえないよな。それでお嬢さん、ここに衛星光はあるか？処方箋は持ってきた。衛星光なら処方箋はいらないと思うが、病とは関係ないからな。処方箋があれば薬用意できる。これはナナが自分に下した直令。キョンシーを動かすには直令が必要だ。しかしなぜかこのお嬢さんは自分で自分に直令を下しているみたいだな。処方箋はないが衛生光を用意してほしい。いいよ。あれ、急に協力的になったな。でもナナを手伝ってほしい。その方が公平。店員が客を手伝うのは不公平なことだったのか？構わん。こういう対等な関係も悪くない。リーゆえにおいて取引の真髄とは相手の立場に立って考えることだ。じゃあ天光山に行って、奇襲機を使ってココナッツ羊を飼ってほしい。奇襲機、彼女が言ったものに俺は聞き覚えがある。奇襲機は昔仙人が天光山の上に建てた土砲で、機関術の産物の一つだ。場所は天光古城園の間にある。自動的に巨大な魔物を迎撃するため外からの脅威を防げるんだ。勝利は本当にリーユエのことに詳しいな。そうでもない。例えばそのココナッツ羊なるものは聞いたことがない。ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。え？それだけ？
うん、ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。見た目はわからない。どこにいるかわからない。なんでいるかわからない。まあいい、まずは奇襲機の周りを探そう。もしかしたらそこに手がかりがあるかもしれない。ココナッツ羊、どんな生き物なんだろう。もう戻れないな。ココナッツ羊探して。残したものだな。でもどうやって使うんだ？動かすのにどんだけ力がいるんだよ。今は動かせない、壊れているからな。え、これ壊れてるのか？千年もの時が経っているからな。たとえ千人の道具でもボロが出てくる。じゃあどうすりゃいいんだ？勝利、早くいつもの上流階級の豆知識でなんとかしろよ。ん？俺を何だと？芝居と鳥の干渉以外何もできない金持ちの坊ちゃんじゃないぞ。そうだな、奇襲機が作られた当時、傷などの修復をするため予備用の材料が用意されていたはずだ。俺の知識が正しければこの古城園の中に当時の備品室があるはずだ。そこに保管されている材料と奇襲機の原理を理解できれば修理も難しくないだろう。ってことは勝利はその原理を知ってるんだよな。少しはな。材料が十分に集まったら試してみよう。備品室どこだろう。
これだけ予備用の材料があれば事足りそうだ。修理してみるから少し待っててくれ。完成だ。奇襲機の構造は思ったより精密だったな。おお、それでどう動かすんだ？簡単だ。こうしてこうだ。ほら、望遠機能もついているぞ。ここはいない。ここにもいない。おい、何してんだ。これはこの大弓を直したのか。何勝手な真似をしてやがれ。大弓ではなく奇襲機だ。それから質問をする前にまず名を名乗れ。それが礼儀というものだろう。見てわからないか。俺たちは宝刀団だ。この辺りにお宝が隠されてると聞いてやってきたら、この機械の大弓が厄介でな。この間も山に入ったら兄弟がこいつに串刺しされそうになる始末だ。俺たちが命がけでこいつを破壊したってのに、ちょっと目を離した隙に直しやがって。お前ら許さねえ。痛い目に合わせてやれ。私欲のために千人の知恵を汚すとは、お前たちには教訓が必要なようだ。相手を間違えたら、姿を見せ、夜の権限。手を間違えたら、やっへい。
しょ。求めている。風と共に去る。ああいった輩のせいで心を乱すのは損だぞ。七条との契約に集中しよう。の、そうだな。それで奇襲機を直したのはいいけど、標的のココナッツ執事はどこにいるんだ？先ほど奇襲機を使って探してみたが、この付近にはよく見る野生動物の他に注意すべきものはいなさそうだ。反戦の獣なら千人の道具を用いれば探しやすいはずだが。どうしよう。もう修理したんだし、そんなこと言うなよ。このままここで考えていても拉致が開かない。ひとまず不暴露に戻り、ココナッツ羊が見つからなかったことを告げ、相手の出方を伺おう。そうだな。オイラたちだって力を尽くしたもんな。特製ドリンクじゃ。
白色質消えるんだ。すまないが、契約は完遂できなかった。ココナッツ羊という反戦の獣に心当たりがないんだ。あ、がっかり。大丈夫だけど、がっかり。こんなしょんぼりするナナを見てたら、なぜだかすごく申し訳ない気持ちに。うん、ココナッツ羊のミルクは美味しい。普通の羊のミルクより美味しい。だからきっと反戦の獣。ごめん、ナナは記憶力が良くない。だからあのミルクの名前を書いた。探してみる。そうだ、これだ。美味しいミルク、ココナッツミルクだ。え？すまない、二人とも。七条と対等な立場であるために、よく考えもせず、軽率な契約を結んでいた。なあ、大丈夫だ、勝利。リーユエにも、諸行無常って言葉があるだろう。誰もこんな結末、予想できないって。あれ？ナナ、何か悪いことでもした？ごめん、オイラは子供の夢を壊せない。お前に任せるぞ。あ、ナナが何やら考え出したぞ。有意義な人生の授業でしたね。ナナがお世話になりました。お前は？失礼しました。私はこの不墓黒の店主、白日です。店主はナナじゃなかったのか？この首に蛇を巻いた変わり者が店主？変わ
いそうに。ナナでさえ十分単純なのに、それを上回る単純なやつがいるとは。ふい、ヘビがしゃべった。喋るつもりはなかった。常連さんならまだしも、一元さんはびっくりするからね。でもこれ以上黙ってると、私は引き出しの中にいる蛇の干物たちと一緒だと思われてしまう。こちらは調整、悪意はありませんからご安心を。さて、ナナのおふざけに付き合ってくれたことはさておき、皆さんがここに来たのは何のご用ですか？こちらに衛星光は置いてるか？ああ、衛星光ですか。もちろんありますよ。はあ、よかった。少なくとも無駄足にはならなかった。300万モラで上質なものをご用意します。黄金屋を強盗した方が早いぞ。まあ、今は七星が黄金屋を使ってるから難しいと思うけど。ふん、300万、特に気にしたことないが、一般的に見れば確かに少し無理があるな。そんな大金オイラたちが払えるわけない。勝利ならもっと払えないだろう。確かに。どうすればいいんだ。はあ、また講師に助けを求めるしかないのか。ココナッツ羊。面白すぎる。君たちそんなものに振り回されてたんだ。人の不幸を喜ぶな。ああ、涙が出るくらい笑わせてもらったよ。さて、君たちのおかげで笑えたし、この問題は俺が解決してあげよう。白術さんかな。俺はファデュイの執行官、講師だ。今後のためにこちらと協力関係を結んでおくのも悪くない話だと思うのだけど、どうかな。ふぼくろに必要であれば、ファデュイがココナッツミルクの仕入れ先をリサーチしておこう。あ、ファデュイはそういうのが得意だと聞いたが、このふぼくろがただのココナッツミルクで買収できると思ってるのか。ココナッツミルク、ココナッツミルク、白先生、ココナッツミルク。わかりました、わかりました。では講師殿、よろしくお願いしますね。この衛星光も特別価格で299万モラにしましょう。300万と299万じゃそんなに違わないだろう。ふん、299万、特に気にしたことないが、普通に考えて確かに300万より1万安くなった。さて、問題が解決したならそろそろ玉境台に戻らなければいけない。講師殿、店主殿、七条、ではまた。面白いやつらだ。こんなに笑ったのは久しぶりだ。それで俺が来る前からここに潜伏していた君は何か聞けたかな。はい、講師様。彼らは七星が黄金屋に。なるほど、なるほど。行幸、それと七星ね。奴らが黄金屋に隠したいものなんて先祖の亡骸以外に何があるというんだ。すまない。でも忠告はしただろ。リーウェには壁に耳ありということわざがあるとね。
さて、これで労働者は雇えたし、衛生校の準備も終わった。儀式の用意が全て整うまでそう遠くないぞ。はあ、やっとだな。どうだ旅人、この岩神を送別するための旅の中で何か収穫はあったか？変わった？どうだろうな。旅の中の疑問はいつだって複雑だ。旅人が見聞きしてきたことは旅人自身がゆっくりと味わえ。そうだ、共に操船儀式を準備してくれた礼に、お前に地層をおごってやろう。ん？ああ、安心しろ。今回はちゃんとモラを持っていく。今夜お前を市場でも評判の港の老舗へ連れていく。港の老舗？酒の店か？そうだ、埠頭付近の三杯酔いで待っているぞ。ああ、来たか。注文は俺がしておいた。この三杯酔いはモンドの酒場とは違うぞ。ここの店主はジュースのような空気の読めない注文を断るからな。だからお前には酒造団子を注文しておいた。皆様さえよろしければ行幸様の軍玉閣のお話を再開いたしますよ。市場での評判を得るには美味しい酒の他にも環境が大事だ。しかしここで言う環境とテイワット観光ガイドに書かれるような酒場の環境は別物だ。皆様ご存知の通り、この港の上には雲上の宮殿煙火の暗宮があります。天へ届くかのごとし諸行とはいかなものでしょう。ご覧ください、これこそが行幸様が築いた天へと通ずる産業でございます。晴れた日に宮殿から外を眺めれば、
絶景からリーユエコーの景色の大半を一望できます。行幸様は何か大事があるたびに人払いをし、3名の副審だけを連れてこの軍玉閣を訪れます。副審を連れて何をするかって、それは副審に情報整理や書類の処理をしてもらうためです。書類が次から次へと壁に貼られ、それは多いほどいい。しかし白い壁が書類で埋め尽くされる前に行幸様は決断を下されます。その後彼女は全ての資料を細かく割いて紙切れを窓の外へと放るのです。その様まさに壮観。ゆらゆらと揺れ落ちるそれはまるで突如現れた雪と見まがうほど。紙切れに書かれた文字はこのリーユエの商人が見れば雪の上に落とされたインク、実に目に留まります。このような詩があります。ひょうひょうと雲上から落ちてくる雪、一辺の文字でも頂上なり、一年で山河を飲み込む勢いあり、天堅を尊ぶこと誰しもが知る。考えてみてください。紙切れとはいえ行幸様が策を練るために用いた考えにどれほどの価値がおありか。それが1枚や2枚少しでも多く手に入れば、行幸様の指の隙間からこぼれ落ちる利益を同業者よりも享受できる。天堅行幸、最近この名前をよく耳にするよな。リーユエの人は彼女の話をするし、ファデュイは彼女を嫌うし、先祖の亡骸を隠したのも彼女みたいだし、ゲーセン儀式でも一回見たような。一体どんな人なんだろう。やっと見つけました。絶雲の間から帰ってきたもの。誰だ。待ってください。私は仙岩軍でもあなたたちを捕まえに来たものでもありません。確かにリーユエ七世の使者ですが、私はカーン、月海帝の秘書です。あなたたちに会うためにここに来ました。正確に言いますと本職は七世全員の秘書ですが、今回は一時的に行幸様の特使として参りました。おお、噂をすれば行幸の使者が現れた。絶雲の間から帰ってきたもの。この場で礼儀が十分に行き届いていないこと、お許しください。しかし私が持ってきたこの手紙は行幸様が天堅として正式に出された招待状です。あなたを空中宮殿に招待いたします。招待状だって。そうです、行幸様はこう言いました。彼女を連れてきなさい。彼女に会うわ。軍玉閣で彼女と一緒に煩雑な暗流の糸を一本ずつ断ち切るから。あのカンウっていう使者、言うだけ言ってどっか行ったな。でもリーユエ七世から招待状をもらうなんてどういうことだ。お金持ちと会うんだから礼儀には気をつけておこうぜ。客人として軍玉閣に招待されるものは確かに多くない。行ってくるといい。ああ、操船儀式のことも忘れないでくれ。軍玉閣から戻ってきたら
敵火衆で落ち合おう。おう、覚えておくぞ。終わったら敵火衆で合流しような。コウさん、どうぞ。ここにあるのは全て千載一遇の宝物でございます。行こう。関羽、暗流の激しいこの数日間、彼女たちの立場は一体どこにあるのだろう。コウさん、どうぞ。一宮の宝物でございます。こんなことがありまして、ちょっと聞いてください。兄弟、兄弟。